真冬ごめんね。いろいろと口うるさく言っちゃったり、やりたいこともやらせてあげられなかったり、他の子の家よりも厳しいお母さんだったとも思うわ。でもそれも真冬のためだったのよ。真冬が幸せな未来を歩めるようにって、それだけを考えていたのに、それがお母さんの幸せだから。ごめんなさい、ごめんなさい、お母さん、泣かないで。私そんなつもりじゃ、お母さんを傷つけたいわけじゃなくて、ただ私の気持ちをお母さんに知ってほしくて。真冬ごめんなさい、私もう、もう。ダメだな、私は。お母さんは私を、こんなに、私を思ってくれてるのに、思って、くれて。やめろ。甘い言葉にほだされるな。お前が感じている感情、それが本当のお前のはずだ。真冬、私たちはちゃんとここにいるから、真冬の思いを守って。ミック、お母さん、ごめんなさい。お母さんが泣いてるのも、苦しんでるのも、私のせいだと思う。でも、でも、私の気持ちも、知ってほしいの。ずっと苦しいの。お母さんが期待してくれてるから、それに応えたくて頑張ってたけど、頑張れば頑張るほど苦しくなって、私のやりたいことは何だろうって分からなくなって。でも奏たちと一緒にいて、少しずつ分かってきた気がするの。自分の、私の本当にやりたいことが。真冬、母さんは悲しむと思うけど、でもやっぱり私は嫌なの。音楽をやめるのも、奏たちと一緒にいられなくなるのも嫌なの。どうして。どうして私が言っていることがわからないの。これだけ言っているのに、音楽をやりたいだとか、友達と一緒にいたいとか、目先の楽しいことばかり、そうやって苦しいことから逃げていたら、いつか後悔する時が来るわ。あの時勉強しておけばよかったと思った時にはもう遅いのよ。お母さんが言ってることはわかるよ。でも、でもどうしても私には必要なの。音楽も、
ちとのつながりも。勉強もちゃんとやる。やりたいことをやらせてもらう分、お母さんに認めてもらえるように頑張るから。それが分かっていないと言っているの。失敗だったわ。パソコンを買ってあげたのも、楽器を使わせたのも。お母さん。知らないうちに音楽なんて始めて、2年間も私に隠し事をして、勉強をサボって、ネットのよく知らない子にたぶらかされて、こんなことになるなら何も与えるんじゃなかった。よく聞いてちょうだい、真冬。あなたを本当に思っているのはあの子じゃない、お母さんなのよ。私は本当に思ってる。お母さんは本当に私のことを思ってこう言ってるの。わからない、わからないけど。今日帰ってからもいろいろ考えちゃうと思うけど、でもいつだって僕たちは真冬の味方だよ。だからいつでもニーゴのみんなで世界で待ってるよ。ニーゴのこと、お母さんに知られたのは大変だと思うけど、嫌なことはちゃんと嫌だって言いなさいよ。あんたのこと守れるのはあんたしかいないんだから。お父さんが昔言ってたんだ。私とお母さんに自分の作った曲で笑ってほしいんだって。そんなお父さんの曲を聴いて、私もお母さんもあの頃心から笑顔になれてた。笑顔に。うん。だから私は、あの時の私たちみたいに、真冬にも笑ってほしいって思ったの。みんなといる時は、暖かい。私たちは、ちゃんと、ここにいるから、真冬の思いを、守って、心が落ち着く。だけど、ここは、お母さん。お母さんは、本当は、私を、わからない。わからない。でも、もう、無理だ。これ以上は、もう。奏での曲。暖かい。この暖かさにずっと触れていたい。もっと聞きたい。ごめんなさい、大声あげちゃって。でも真冬はきっと分かってくれるでしょ。真冬は本当はいい子で、優しい子だって、お母さんは信じているもの。お母さん、お母さん、そう。
そうだ。でも、苦しい。痛い。頭が、痛い。ごめんなさい。私が、悪い。でも、もう、ここには、ここには。もう無理だって思ったら、逃げていいって、僕は思うんだ。誰でもない。真冬自身のために。逃げても、いい。逃げる。でも、本当に、いいの。私がいなくなったら、お母さんは、お母さんを置いて。そんなの、私、でも。もう一度、頑張りましょう。お母さんも一緒に頑張るから。ね、お願い。真冬。